くりひょうたん島のですね、あの若い方、知らない方がいるかもしれないので、ちょっとあらすじを少し読ませていただきます。ある日、火山の噴火によりひょうたん島は本島から分裂し海へ飛び出す。島民は避難していたが、知らずに遠足に来ていた先生と子供たちは取り残されたまま。次第に隠れ住んでいた元ギャング、テレビの中からこぼれ落ちてきた政治家、衝突した海賊などが現れ、漂流するひょうたん島の中での暮らしが始まる。そしてひょうたん島がたどり着く島々では多くのハプニングが。奇想天外で痛快なエンターテインメント作品となっております。